はい、始まりました、石門ジャップ TV。 先日2022年 J2 リーグ第11節、東京ヴェルディ VS ジェフユナイテッド千葉戦、緑色のユニフォームの東京ヴェルディと紺色のユニフォームをまとったジェフユナイテッド千葉で試合が行われたわけですが、マジでこのユニフォームの組み合わせがセンスがないと感じる石門ジャップ。もう単純に見づらい。緑色を原色とするヴェルディに対して黄色を原色とするジェフユナイテッド千葉でありますので、せっかくアウェーチームが原色のユニフォームを着ても何も違和感もない貴重な機会なのに、なぜ千葉紺色やねんと。まあ実際のところ今季の千葉のユニフォームには少し緑色があるので難しいかもしれませんが、まあ深い緑色のユニフォームのヴェルディに対して紺色の千葉はセンスがないですし、このユニフォームの組み合わせだけで試合を見る気がうせるなぁと思いつつ、僕一個人にとってはユニフォームのこの試合の時の組み合わせは試合を見る気分的な部分で結構重要やったりするんですよねと思いながら、今回のトークテーマ、2022年 J2 リーグ第12節水曜ナイター一斉開催の今節を軽く振り返りぼやいていきたいと思っておりますので、よろしければラジオ感覚でお付き合いいただけると嬉しく思います。ということで早速試合結果順位等はこの通り。今節を一言で表しますと、連戦真っ只中、あらわになる各チームの総合力とありまして、今節は各チーム一部のメンバー変更もしくは半数以上のメンバー変更がされているなど、連戦に向けた戦いがまさに始まってきたという感じがします。まあそこで連戦になるとやっぱり選手層がものを言うと言いますか、今節の全体の試合結果を見渡しても割と順当な結果という印象がございます。特に11位山形と7位甲府はここ数節で一気に順位を上げてきた印象があり、また首位横浜 FC を猛追する好調の2位仙台と3位新潟は盤石の勝利といったところでしょうか。少し遡ると第10節時点では横浜 FC がもうこの J2 リーグをもうダントツの首位をもうこのまま駆け上がっていくのではないかと思われたんですが、ここ2試合、まあ今節に至っては町田に引き分けたことで2試合連続横浜 FC としてはドローにより伸び悩んでおりますので、その首位横浜 FC の背中にこの好調仙台と新潟が迫ってきており、ちょっと J2 リーグ分からなくなってきたかもしれません。また他で今節ならではのトピックを取り上げると、今節はオフサイド判定によるゴールの取り消しが多い。まず群馬の北川選手の同点弾未遂に、徳島の杉森選手の先制弾未遂、まあ、これに関しては特にですね、いろいろと物議を醸し出しそうな、内容で、また熊本の利田選手の反撃未遂弾に、あとは水戸の木下選手の同点弾未遂などなど、やっぱりサッカーは守備側が有利なスポーツ、まあ、それを感じさせるこのオフサイドによる得点のですね取り消しの数々だったと思います。そこで次、今節の試合結果等の中から気になる試合をいくつかピックアップしてぼやいていきたいと思います。秋田 VS 岡山、0対1で秋田敗戦、一方岡山勝利。前節好調群馬を撃破した秋田としては連勝ならず、その一方引き分けが多く勝ちきれない試合が続いていた岡山がこの試合なんとか勝利をもぎ取った、もう力勝ちをした印象を感じます。まあ、そんな決勝点となった得点に関してはコーナーキックからバイス選手が合わせて柳選手が押し込む形、 J2 屈指の飛び道具がセットプレーで共演ということで、開幕前から岡山に関してはこういう試合は、まあ、何試合か行われるだろうと個人的にも予想しておりましたので、それがまさに実現されたということで飛び道具が活躍したこの岡山の勝利。その一方秋田としてはこの
田中ゴールキーパーのオーバーヘッドシュートがマジでやばかったです。まあ、この後半も最後ロスタイム入って、これさえ入っていれば秋田としては、まあ、同点に持ち込めるシーンではあったんですが、まあゴールキーパーの選手らしく、まあ豪快豪快、もう身体能力の高さがですね、このオーバーヘッドキックで、まあ、田中選手、まあ、見えるぐらいでありましたので、これが入ってたらですね、もう本当にいろいろと話題になりそうだったんですが、そこは岡山のゴールキーパー金山選手がファインセーブしたということで、ゴールキーパーのシュートにゴールキーパーが反応するというまか珍しいシーンがこの試合ございましたので、よろしければ見たことない方がいればここは要チェックであります。そして次、徳島 VS 山形、0対1で徳島敗戦、一方山形勝利。前節5対0で勝利した徳島としては、この試合も勝利して勢いをよりこの連戦加速させていきたい、まあそういうですね、の流れだったと思うんですが、この試合勝利できずということで、まあ今季初の連勝ならず、まあ、その一方勝利した山形としては今季初の連勝達成ということで、スコア通り両チームの状況も明暗くっきりの状況となっております。まあ、そこでこの試合を語る上で欠かせないのが、まあ、勝負を分けた杉森選手の得点取り消し判定。これは徳島としては非常にショックでありますし、山形としてはめちゃくちゃ美味しい判定。まあこの杉森選手の得点に関しては、まあ、ゴール前でのねシュートを打ったシーンですね、まあ、藤尾選手がこの山形のゴールキーパー後藤選手のセービングをまあ、妨害したしていたのではないかというところで、まあ、取り消しをされたわけですが、まあ心情的に徳島のですね、まあ、関係者の方々の心情を思うと、これで取り消しはないんじゃないのと思うのも正直納得でありますし、また審判側のですね、まあ、目線で見ると、まあ、藤尾選手はオフサイドポジションにいますし、かつもうゴールの目の前でしたから、で実際ゴールのこの入ったシーンに関してもやはり目の前でシュートを打ってますから、ここが影響ないって 100% 言い切れないっていうのも、その気持ちは、その審判の気持ちとしては分かりますので、まあ、実際ね、この得点シーンをこの映像で見る限りは正直後藤選手間に合ってなかったです。ただもう審判の、まあ、その時の状況を見ると、その 100% 藤尾選手がその妨害をしてないとは言い切れる状況ではなかったことを見ると、まあ、これは誤審とかっていうのは、うん、ちょっと一概には言い切れないというところで、まあ、非常に難しい判定だったと思いますが、徳島としてはもう非常にショックすぎて、まあ、そのショックをですね引きずるかのように、逆に山形がこの小西選手のフルス恩返し弾、これは徳島さらに大ダメージっていうか、もう得点も取り消されて、昨年まで所属していた選手に決勝弾を叩き込まれて、まあ非常に徳島のですね、まあ、関係者の方々としてはちょっと気持ちを切り替えるのは難しい、まあ、この試合結果だとは思いますが、まあ、ここはですねもう連戦、まあ、次ですね試合がすぐやってきますから、まあ、ここはもうちょっと気持ちを切り替えてもう頑張ってもらいたいところです。そして次、熊本 VS 仙台、0対2で熊本敗戦、一方仙台勝利。両チームとも原色のユニフォームをまとったチーム同士の対戦ということで、まあこの見栄え上テンションが上がる上がる、まあ、そんなテンションがですね個人的に上がっている試合の中で特に気になったのがフェリペ・カルドーゾ選手。もうこの選手ようやく本領をですね発揮してきてるなと、まあ、2試合連続得点ということで、まず得点のシーンに関してはもう相手のですね杉山選手がパスを出す瞬間、その黒木選手の視界にこのフェリペ・カルドーゾ選手隠れて、でパスを杉山選手が出す瞬間にちょっと体を踏ん張ってこの杉山選手のパスをかっさらったわけですので、まあ、杉山選手のミスもあるんですけど、フェリペ・カルドーゾ選手が少しですねおびき寄せていたような、まあ、そんなですねこのパスカットでありましたので、まあ、ここはですねブラジル人選手らしく何か少しずる賢いような、まあ、得点だった印象があります。でまた得点以外にも、まあ、このフェリペ・カルドーゾ選手ボールを受けてからシュートを打つまでが本当にスムーズ、もう早い、特にバイタルエリア
体でボールを受けたらもう絶対にすぐシュートを打つっていうのがもうまさにこの助っ人外国人選手らしいと言いますか、本当にパンチ力が半端ないということで、もう仙台本当にフォワードの選手のですね、もうタレント力がすごいすごい、もう富樫選手に、皆川選手に、もう怪我した中山選手に、まあ、あとはね中盤にも、まあ、中島選手もいたりと、まあ仙台なんかまだまだ勝利、まあ、連勝ですね、まあ、これから積み上げていきそうな、まあ、それぐらいのですねこの盤石の、まあ、勝利っぷりを見せつけられた印象がございます。そして次、長崎 VS 水戸、1対0で長崎勝利、一方水戸敗戦。前節水戸としては、まあ、後半最後に3対2の勝ち越しと This is 水戸ホーリーホックと言わしめる素晴らしいですね、その今後勢いが乗りそうな勝利を遂げた後の試合のだけに、この試合勝ちたかった、まあ、それだけに負けたのは非常にショックだと思いますし、まあこの長崎のクリスティアノ選手からエジガルジュニオ選手のこのホットラインが2試合連続開通したということで、まあ、長崎の力技での勝利、まあ、それに対して水戸としてはこの木下選手のヘディング弾、これがオフサイドっていうのが非常にもったいない、この大崎選手のクロスの精度が抜群に良かっただけに、まあ非常にですねこのフォワードの選手の動きの質っていうのがですね、まあ、どれだけ重要かっていうのを感じさせられる、まあ、この水戸の得点取り消し、もう長崎としては力技の勝利、まあ、連戦のですね真っ只中でありますので、こういう勝ち方をできるのは長崎としてはこのもう上位にですね踏みとどまるためには、まあ、素晴らしい勝利だったのではないでしょうか。そして次、甲府 VS 東京ヴェルディ、2対0で甲府勝利、一方東京ヴェルディ敗戦。今節の甲府に関しては今季も絶大な活躍をしている甲府のエース長谷川元希選手が不在ではあったんですが、その長谷川元希選手の不在の影響を感じさせないくらい、この宮崎純真選手と三平選手が俺もいるぜと言わしめるぐらいの活躍、本当に頼もしいですし、まず先制点のシーンに関しては宮崎純真選手、東京ヴェルディの選手を引き寄せて、その中をですねフリーにした状態で三平選手が山田選手への、まあ、パスの供給で山田選手が抜け出しフィニッシュ。まあ本当に長谷川元希選手がですね、まあ、いないっていうのをですね全く感じさせないくらい、この宮崎選手と三平選手のですね、まあ、活躍が光った1点目だと思いますし、2点目に関しては三平選手本当にですねなんかずる賢いと言いますか、まあ、PK のもらい方もですし、あとはもう PK のキックに関してもまあやらしいやらしい、まあ、駆け引き上手という言葉がですね、まあ、ぴったりな、まあ、そんな得点でありましたので、まあ、長谷川元希選手がいなくても、まあ、この他にも活躍できる宮崎純真選手に、三平選手に、あとは鳥海選手もいますから、ヴァンフォーレ甲府の自力を見せつける4連勝、本当にお見事です。まあ、その一方東京ヴェルディとしてはなかなか勝利を積み上げることができず、一気になんか不調になってきたなと。ただまだこのプレーオフ圏内の順位以内にはですね維持できておりますので、ここは東京ヴェルディとしてはとどまるためにも踏ん張りどころ、まあ、そういう状況に来ていると思います。そして次、今節最も注目試合を取り上げていきたいと思います。横浜 FC VS FC 町田ゼルビア、1対1のドローということで、横浜 FC の無敗記録に土をつけることができず、個人的にはこの町田、まあ、昨年に関しては開幕から5連勝で、まあ、無敗記録を伸ばしていた新潟と琉球のですね初黒星をつけたのがこの町田だったということで、この昨年の再現をこの今節に期待したんですが、まあ、それには応えてもらえず、まあ、ただ1対1のドローに持ち込んだのは町田としては、まあ、4月になってから勝利なしという不調の状況でありましたので、まあ、これ以上横浜 FC と勝ち点を離されないためにも、まあ、次第点を与えてもいい結果だったのではないでしょうか。まあ、そこで試合のですね流れをちょっと簡単に振り返ると、まあ、横浜 FC としてはですね
もうセカンドボールを E 位置で回収したからこその伊藤選手のクロスからの長谷川選手のヘディング弾、まあ小川選手のヘディング弾ではなく長谷川選手もヘディング弾を決めれるあたり、まあ、ここは横浜 FC のですね、その守備から攻撃の切り替えの鋭さが光ったシーンでありましたので、まあさすが首位チームといったところ、まあただ町田としてもですね黙ってないということで、この佐野海舟選手の鋭いくさびパス、もうディフェンシブサードとミドルサードを一気に攻略し、一気にアタッキングサードにですねボールを供給することができましたので、まあ、その結果ベヌシース・アルイジョ選手の今季2得点目、佐野選手のパスもえげつないんですが、ベニシース・アルジョ選手のトラップも素晴らしい。横浜 FC のディフェンダー陣の間をうまくついていき、まあ、誰もですね、そのシュートブロックをさせないところに、ワンタッチでトラップできるこの技術力、まあ、体の強さ及びですね、その技術力が光ったプレーだったので、まあ、本当に印象に残りましたし、まあ、お互い意地を見せ合った結果ということで、まあ、ここはまあ妥当なドローだったのではないでしょうか。ただ、横浜 FC としては、ホーム、まあ、これまでずっと勝利していただけに、そこにですね、勝利をさせなかった町田としては、まあ、今後、まあ、浮上するきっかけと、まあ、していただければと、個人的には思っております。そして次、今節サプライズ結果試合を取り上げていきたいと思います。大宮 VS 群馬、3対2で大宮逆転勝利、一方群馬敗戦。大宮としては0対2の状況からこの3点を積み重ねての逆転勝利はめちゃくちゃ大きい。まあ、群馬としては逆にこの 0-2 をですね、守りきれなかった、及びもう何よりもこの試合の勝負を分けたのは、この群馬の3点目を取れるシーン、まあ、PK、もうここ南選手がビッグセーブということで、まあ、1失点目に関してはこの岩上選手に、まあ、南選手目線で見ると右側に決められておりましたので、まあそこを同じく岩上選手がまたもや PK の場面が出てきて、まあ3点目でこれで勝負を決めたいっていうところで南選手がまあきっちりと、まあ、前回のですね、その PK 入れられた教訓もありましたから、それを生かした形で、まあ、PK ストップ、本当にお見事ですし、まあ、これが0対3っていう状況だったら、おそらく大宮、まあ、この3点取るっていうところまでいかなかったと個人的に思っております。まあ、それだけに南選手のビッグセーブはめちゃくちゃ大きかったですし、まあ、その後大宮としては、ホームでの逆転勝利でありますので、これをですね、浮上のきっかけにしてもらいたいところです。そして次、今節ベストゴール誕生試合を取り上げていきたいと思います。新潟 VS 岩手、2対0で新潟勝利、一方岩手敗戦となったゲームから、新潟の先制点、ミッドフィルダーの松田栄太郎選手の先制弾を選出。もう岩手の堅い中央を一気に突破ということで、まずはこの伊藤選手の角度をつけて縦を射抜くメッセージ付きのパス、これが非常に素晴らしかった。もうあれはですね、もう前線でボールを受けた選手はもうシュートを打つのみ、まあ、それぐらいの選択肢しかないぐらいのですね、そのピンポイントなパスでありましたので、まあ、ただその松田選手としてはこのダイレクトでシュートを打つのではなく、トラップしてですね、ちょっと難しい状況に持っていってしまいました。まあ、後ろからですね、相手の選手がそのチャージしておりましたので、シュートブロックされてもおかしくなかったんですが、ここはトラップして即シュートということで、このリズムがですね、相手のゴールキーパーから しても掴みづらいということで、まあ伊藤選手のですね鋭いパスもしっかりなんですが、松田選手のこのタイミングをうまく外すようなトラップからの即シュート、本当にお見事でありましたので選出させていただきました。そして次、次節の第13節最も注目試合を取り上げていきたいと思います。岩手 VS 熊本、昨年まで J3 に所属していたチーム同士ということで、今年に関しては舞台を J2 に上げての対戦、両チームとも昨年までは、2試合してドローでありましたので、決着をついてないことから、ここはですね決着をつける時が来たなと。で、合わせて岩手に関しては目下5連敗中でありますので、まあそれを払拭する勝利には、この熊本戦の勝利はもう絶好の状況なのではないでしょうか。
本当に今現在正念場の岩手に注目です。そして次最後に個人ランキングの方を取り上げていきたいと思います。得点およびアシストランキングともに一切前節から比べてこの上位トップ3に関しては変動なしとなっております。以上5連戦の2戦目、2022年 J2 リーグ第12節の簡単なレビューでした。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。